そっか、今日もだったの。作業中止。ガスか。随分簡単に上がるんだな、濃度。なるほどな。上の空か。おい、どうした？突っ立ってたのに？怪我は？そうか。いや、露骨だろ。なんでだよ。お前摩擦ないの？忘れてなくなるものじゃないはずだぞ。なんだ、その、やっぱりまだ悪いんじゃないか。だから昨日のあれが怪我しただろ、私を。作業再開、指差し証拠。素直になれない。ご安全に。ご安全に。ご安全に。こう毎日力仕事ばっかやってっと、焼肉とか食いたくなりません？なあ、炭ならいくらでもあんのにな。すごくいい感じ。ちょっと俺も炭鉱で働き、まあ容易ではないだろうけど、なんかこういう空気いいですよね。棒に戻るぞ、0720番。シコレンコさんがすごく女の子してます。いちいち手を挙げなくていい。なんだ、刑務作業も終わった。独房に戻った時点でしまいだ。昨日から見ていた限り、お前の素行に刺したる問題は見当たらなかった。今後も妙な気を起こさず刑期を全うすることだ。そうすればいずれは見えてくるものもあるだろう。まあね、慌ててね、ミスをする可能性もあるから。ちょうど作業も終わる時間でしょ。手の空いた囚人でも連れてきて。あら、ソフィーよ。夕顔監視長。出た。ラスボス。ぽいよな。どこかで見たと思ったら、ゲーム作りの坊やじゃない。また二人でおかしなものでも作っていたのかしら。0720番の懲罰期間が終わったので、その後の素行に問題がないか監視についていました。結果は後ほど報告書にまとめますが、反省したと見てよいかと。2日監視した結果です。2日？お前ずいぶん暇なのね。囚人に言うことを聞かせたいならもっと効果的なやり方があるのに。
今度お伺いします。待ってるわ。それからちょうどよかった、ここの片付けやっておいてちょうだい。はあ、いらないものが溜まってるのよ。保存期間が過ぎてるものもあるみたいだから処理は任せるわ。いえ、私はこの後点検と報告書と、それから。暇なんでしょ。わかりました、やっておきます。シコレンコさんにもそういう感じなんだな。あ、ちょっと何かしら。うん、それで？ああ。だったらそのお仕事はここまで。いいわね、ソフィア。は、はい。申し訳ございません。完成したとついさっき聞いた気がしていたけれど。申し訳ございません、まだ己の立場を理解できてないようで、ずっと一人で懲罰房にこもっていたから。敬語もしつけた方が良さそうね。はい、こいつのことは私が責任を持って。せいぜい頑張ってちょうだいね。怖いな、この人。杖でやられんじゃねえかと思った。はあ、まったく。どうして最後までおとなしくしていられない。どう思おうと逆らっちゃいけない相手っていうのがいるんだ、世の中には。うん。すごい焦ってたな、シコレンコさん。うん。ああ、こんな日常茶飯事なんだろうな。なんかすごい機械的な感じがする。うん、うん、なるほどな。極めて冷静だな。いつまでそこにいるつもりだ。夕顔監視長が言っていたろう。監視は終わりだ。独房に戻っていいぞ。聞いたろう。倉庫整理だ。何？受刑者は刑務官の奴隷じゃない。刑務作業は受刑者の務めだが、刑務官個人の仕事まで手伝う義務はない。いい人。うん。口がうまくなったな。雑な仕事をするなよ。私の責任になる。すごくいい関係だな、本当に。なんかもうメインヒロインってことにしね、シコレンコさん。このルートだと特に絆というか。書類があれば私に回せ。
間違っても物品をくすねようなんて考えるなよ。ふん。時間外労働だ。下に強いるわけにはいかない。真面目だ。うん、そうだよな。そもそもおべっかはいい。これとこれ積んどけ。パコルが入ってる。うん、ああ。お前の服からな。見せてみろ。これはまた派手に破けたな。尻か。嬉しそうな顔をするな。まったく。こういうのも私の責任にされかねないんだぞ。仕方ない、脱げ。待て、下はいい、脱ぐな。上だけだ、破れてるのは。さっき裁縫道具を見かけた。縫ってやる。すげえいい笑顔だったぞ。うん、背中か。この程度ならすぐだろう。糸はこれでいいか。おお。まあな。へえ。一度しか言わないからな。うん。悪かった。昨日怪我をさせただろう。私のせいで。そんな優等生じゃないだろう。ゲームの件にしてもだ。私が許可を出したもので、お前は罰を受けた。悪かったと思ってる。よし、終わった。切ろう。それが似合わない人間になれ。ああ、優しいな。うん、ああ、昔から肌が弱くてな。ジメジメした洞窟なんかにいるとこうなるんだよな。まったく。いいか、監視が必要になるような真似二度とするなよ。お前は無鉄砲が過ぎる。気に障ること何にでも噛みついていたら長生きできない。プリズンでは特にそうだ。うん、お前がやらかすたびに私が責任を問われるんだよ。半々ぐらいかな。夕顔さんがでも、この話だと絡んでくる感じになるのかな。ジュリアさんとかもどういう感じで絡んでくるのか。あのジュリアさんはビジュアルすごく好きなんで、楽しみなんですけど。どうなっちゃうんだろうなこれ。まあでも無事逃げられることはないのかな。うんこかい、秀一郎。冗談さ、
問題が山積みのようだね。目的があるのはいいことだ。変わらない日々に推進力を与えてくれる。難題だな。だがそろそろ消灯時間だよ、周一郎。ああ、シコレンコ監視長がいるようなら寝る前の挨拶をしておいたらどうだ。お、ん、何度同じことを聞く気だ。ん、どう思う？私はプランク15分。あの、消灯時間だ。これ以上の問答はしない。ボーに戻ってさっさと寝ろ。ボーに戻れ。寝る準備をしろ。 C だったか。ああ、 C だな。でもノアちゃんはうまく立ち回りそうな気がするんだが、なんだろう。かぶれてる。どうも。お、おはようございます。喫食。うん、2日間監視長と一緒だったらしいですね。変わった様子はありませんでしたか？聞いてくるね、詳しく。うん、短絡的ですね、お前。監視長はお前が問題を起こさないよう監視していたわけでしょ。それが罰など与えたらどうなりますか？です。つまり、そこに問題はなかったと報告するため、罰を与えず相関係数も上げなかった。そういうことです。なるほどね。それより私のことは何か話していませんでしたか？うん。そうですか。え、何なの？今まで何も。あ、でもそういえば音を吹き込んでもらった時やたら評価してたのは。ゴキブリが出たんですよ、私の棒にカサカサカサっと。気味が悪いから場所を変えてとお願いしたらあの結果です。絶対違うだろうな。当然です。得意なやつがいますか？いましたね。通りすがりの相手の体に虫をつけて興奮してたファミコフィリアの変態ですっけ。今呼ばれた気がするわ。呼んでません。虫の知らせだと思ったんだけどな。うっそ、私はあんなんとは違います。何が虫ですか、気持ち悪い。見てるだけでアレルギーが出そうです。ふっふ、ああ、え、姉妹？は？何ですか、やぶから棒に。ああ、DNA 的な。短絡的かつ単細胞。
それじゃあプリズンの底かしこにいるハゲ野郎は全部お前の兄弟ですか？え、悪いけど人違いだぜ。見つかるといいな。クレイジー最高ハゲ、あいつか。そういうことですよ。一つ共通項があるからそれで即兄弟姉妹。アホらしい。こっちのハゲとは穴兄弟だったりするけど。聞いてません。あ、無駄口が過ぎましたね。でもなんかあるよね。うん、初めての地下はどうだった？侵入。きつすぎる。なんで俺がこんなとこに。サイコハゲ。ああ、なるほど。あれでか。あららら。まあでも、ねえ、数日経ったらまたたくましくなるんだろう。ああ、口は災いのもととはよく言ったもんですな。ゼンラマ。おや？なんとかって名前の監視にお前を呼んでこいと言われました。ついてこい。ん？なんかあるだろう。クリーニング工場いたもんな、そういえば。ちょっとだけだけど。2万。ああ、監視が呼んでいるというのは嘘です。なんだなんだ。縁あって彼女とは仲良くさせてもらってるんです。へえ。用があるのは私です。個人的に話があってお前に来てもらいました。前にこの工場で一緒に働いていたことがあったじゃないですか。覚えてます？うん、しましたね。この辺りで、その過程で何度かやったじゃないですか。キスみたいなこと。ああ、え、ちょっと待って、のあちゃんはめようとしてない？こんな場所だから今まで誰にも話してなかったんですけど、毎晩思い出してしまうんです、横になると。キャラじゃないだろう。ずっと忘れられませんでした。お前が懲罰に行っている間は特に気が気じゃなかった。大丈夫なのかって、自分のせいかもって、お前に罵られるんじゃないかって不安で心配で。でもお前は憎まれ口の一つも叩かず、また私と話してくれた。私昔から思いを伝えるのが苦手なところがあって。はい。お前がそばに来るたび心臓が飛び出しそうでした。お前はゲームゲームで私のことなんて気にもかけてなかったみたいですけど。まあ、なんでしょう、そういうひたむきなところも正直悪くないというか、ですけど。可愛いけど、けどもこれは難しいですね、言葉で思いを示すのは。
行動で示してもいいですか？では、目閉じてもらえますか？対戦よろしくお願いします。体当たりじゃねえか。お前を組み伏せています。抵抗したら刺す。マジか。人の話が聞けませんか？喋るなと言ったでしょ。え？仲がいいと言ったでしょ。質問に答えてください。どうして私とソフィア・シコレンコが姉妹だと思った？当たりだったんか。答えなさい。それだけですか？人間はドライバーで殺せます。口や目玉を狙うのは誰でも考えつくことでしょう。でもそんなことをしなくてもいい。体重を乗せさえすればどんなに非力な人間だって首の皮くらい貫ける。首には体中の全神経が集まっている。そんなに深い位置じゃない。こいつを奥までぶっ刺せば確実に神経系に傷がつく。申し訳ないんですが、あいにくとその辺のことは専門外です。どこを刺せばどうなるのかわからない。だから私は適当に刺す。運が良ければ生きていられるかもしれない。体の感覚がなくなる。首から下が動かなくなる。そんな代償がついてくる可能性も十分ありますけどね。なんで？質問に答えてください。どうして私とソフィア・シコレンコが姉妹だと思った？ついている。バカ面さらして実は想定してました。キスをしてもらえると。うん。計画の邪魔になりかねない不確定要素はたとえどんなに小さいものでも排除しなくてはなりません。わざと捕まったってことか。お前は短絡的かつ単細胞です。プリズンでの振る舞いだって愚かとしか言いようがない。ですが花丸凛に一泡吹かせてエロデューサーを懲罰房に追いやった。私はお前を侮らない。危険因子は必ず潰す。殺さない。脅しを真に受けたんですか？死人が出たらいかに監視と仲が良くてもごまかせない。お前は凶器を不正に持ち出し私に害をなそうとした。動機はゲーム制作失敗の恨み。
第一発見者の監視もそう証言するでしょう。その罪でお前は再び懲罰房に飛ばされる。次は2週間ではきっと済まない。仲のいい監視はあれ一人だけじゃないですよ。私の目はどこにでもある。だからまかり間違っても私とソフィア・シコレンコの関係を他言しようなどと考えないことです。何なんだろう。お前が？お。なるほど。お前は目立つ。リスクを負って引き込むほどの価値があるとは思えない。うん？そうだとしても信用できない。足りません。義理人情で他人を信用できるほどお人よしに見えますか？なるほどな。お前は私の秘密を知った。そんな奴をのうのうとそばに置いてはおけません。出任せでないという証拠は？ああ。脱獄の方法は？役立つ男が聞いて呆れますね。対戦ありがとうございました。そこまで言うなら借りを返してもらいましょうか。共犯者として互いに秘密を握っていれば裏切ることはできませんから。うん、そうだね。お前が察している通り、ソフィア・シコレンコは私の姉です。マジか。刑務官と受刑者に血縁があると知れたらどうなります？妙な疑いを持つ連中が出てくるでしょう。まあソフリンも、なんかあのノアちゃんだけが知ってるってわけじゃないよな。それであれなのかな、言い合いっつうか。ことによっては別の刑務所に移送されるかもしれません。そうなったら計画が台無しです。うん、脱獄します。姉を連れて。衝撃すぎんだろマジでそんなまあ、はい、というわけで、戻るか、タイトル。変態プリズン。さすがにエッチシーンを上げるわけにはいかないので、私の変態プリズン体験版は、ここまでとなります。
第1部と第2部に分けて体験版出していただいたんで、すげえボリュームできましたね。あとは個別ルートの入り口見せていただいたんですけども、いや、どれも衝撃的だったんですけど、やっぱあのノアちゃんルートがマジかよ、情報硬すぎてちょっと理解がちょっと追いつかないとこあるんですけども、まあ、あのどのルートもすごく楽しみで、発売日はね若干延期はしてしまったんですけれども、間違いなくこの作品は買います、やります。少しあれですね、それまでにいろいろ期待を膨らませておこうと思います。というわけで、また何か別の作品でお会いできたらなと思っております。それでは、この辺でマックとさせていただきます。お疲れ様でした。今後ともよろしく。何が大事